天守の部ミノルジ尊は、日本神話に登場する神。アマテラスの子で、知人五代の二代目。アマテラス大臣とスサノ尊の制約で生まれた後、王子の長男。弟に、天のノホヒ天心彦根命、勝ノ彦根命、熊の楠の木イ命がいる。高見結び人の娘である、高畑ハタ姫命との間に、二二ギの尊を設けた。神武天皇は元尊にあたる。 名義は、まさかつ、あかは、正しく勝った、私が勝ったの意、勝ちはや日は、勝つことびの昇るがごと早いまたは、素早い勝利の心霊の意で、制約の勝ち名乗りと考えられる。おしほ耳は、威力に満ちた稲穂の神の意と考えられる。また、まさかつは、まさしく優れている、立派だの意、神明の前半、ただし正午かつる即尾は、天照大す尾かと、 スサノオの命との制約で幸運だ結果、スサノオの命が勝利を得た説話による叩い事で、天皇は、高間ヶ原の直径の、忍は、威圧的な、ほは、稲穂、耳は、心霊を二つ重ねた損傷と解し、名義は、まさしく立派に私は勝った、勝利の敏速な霊力のある、高間の原直径の、威圧的な、稲穂の心霊と考えられる。また天孫降臨神話の主軸は、 稲穂の国令信仰及び祭祀に関するため、神名にも、法を含むものが多い。資料は、突起のない限り、日本書紀本文による。アマテラスとスサノオの制約、SVG で表示点、忍びミノルジは、スサノオソンが点で、自身の清い心を示すために生んだ後王子の長男で、ある。日本書紀、熊代治大六段によると、スサノオソンは、 姉のアマテラス大臣の前で、自分の心が清らかならば、オ神が生まれ、そうでなければ、女神が生まれると制約を行ったという。そして、姉から借り受けたマガ玉を、カリカリと噛んで吐き出し五王子を生んだ。制約に勝ったスサノオソンの勝ち名乗りが、マサヤ・アカツ、勝ち即尾と考えられ最初に生まれた、天、忍ぶミノルジソンの名前の一部となっている。アマテラス大臣も同時に、 サノオソ尊から剣を受け取って、女神を生んでおり、これが、宗方三神である。制約が終わった後、アマテラス大臣とサノオソ尊は、剣とマガタマを返すという形でお互いに生んだ子を、取り替えた。そのため天使の部ミノルのみみことたちは、マガタマの持ち主である、アマテラス大臣のことされている。日本書紀の一書や、古事記、仙台九字本義などでは、 剣と曲がたまの交換の有無、神を生む所作、神が生まれた順番などで細かな違いがある。一貫しているのは、スサノオソンが、天使信ミノル子孫らオガミを生み、アマテラス大臣が引き取って、自分の子にしたということである。天使信ミノル子孫は、高見結び人の娘である、拓畑ちじ姫命との間に、ニニギノ孫を設けた。高見結びソがこの孫を、 吉原中国の主にしようと画策するのが、日本初期、熊代治む第九弾の内容である。以降の天、忍びみの自尊の辞席はなく、系務上のみの神となっている。第一の一書や、古事記だと、吉原中国平定は、天照大臣が天忍びみ尊を降臨させるために行われ、実際に天、忍びみのる自尊が守ろうとする場面がある。 しかし、抱えは物騒だとして、途中で引き返してしまう。死者の神たちによって、大国出身から、国譲りがされると、再び天、忍ぶミノルに、降臨の命が下る。天、忍ぶミノルはその間に生まれた息子の、ニニギノソに生かせるようにと進言し、ニニギノソが守ることになる。基本的には五王子の長男だが、日本書記の一書では、次男とされる。本文での子は、 ニニギノソンのみだが、第九弾第六の一書では、ニニギノソンの他に、天下民命を設ける。天辟、名命が兄で、ニニギノソンが弟である。第九の一書では、ニニギノソンの代わりに、天マ国ラスコクテ命が生まれる。仙台九字本義では、アマテラ彦コ名テルヒコカ、メイク下馬の二義早日命と、天に義四国に義四天神ビコビ。 二二義の孫の兄弟が生まれ、それぞれに天孫降臨神話がある。また、名前からもわかるように、天臂、名命と神竹範に登場する二義早日命が同一視されている。また、日本書期第九弾第七の一書ではいくつかの遺伝が列挙されている。その一つには一万旗姫ではなくその娘の玉依姫命をめとるとあり、この名前も、 ににぎの孫ではなく、甘根の絹びびおけライソンという。別の遺伝では、天、忍びみのるじ孫自体が、勝足び命、天王耳孫という親子の神に分割されていて、天王耳孫子が、単尾目をめとりににぎの孫を得る。稲穂の神、農業神として信仰されている。ありがとうございます。